マシュー・デリック・ウィリアムズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、引用軍ベショップ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。2020年シーズンより、韓国プロ野球、キア・タイガースの監督を務める。祖父のバート・グリフィスは、1922年から1924年まで、ブルックリン・ドジャースとワシントン・セネタースで一塁種や外野種としてプレーした。 高校卒業時の1983年の MLB ドラフト27巡目でニューヨークメッツから指名されたがこの時は入団せずにネバダ大学ラスベガス校に進学した1985年には第14回日米大学野球選手権のアメリカ合衆国代表に選ばれ左投手3人から本塁打を放っている1986年の MLB ドラフト1巡目で サンフランシスコジャイアンツから指名され入団。翌1987年4月11日にメジャーデビューを果たした。当初3シーズンはケビン・ミッチェルが三塁を守っており遊撃手を守る機会も多かったが、ミッチェルが左翼手に転向した1989年のシーズン後半には三塁の定位置を確保。このシーズン84試合の出場で18本塁が50打点を記録。 オークランドアスレチックスとのワールドシリーズにも出場した。そして1990年に初のフルシーズンで159試合に出場。打率277.33本塁が122打点の成績を残し打点王を獲得。チームとしては1988年のウィル・クラーク、1989年のミッチェルに次いで3年連続の打点王獲得となった。 また、オールスターにも初出場を果たし、シルバースラッガー賞も受賞した。以後は三類一種に定着。その後も、1991年には34、本類打98打点で、この年初のゴールドグラブ賞を受賞。1992年は不審で打率。227、20本類だ。66打点に終わるが、1993年には打率。 295.38本塁打、110打点と復調。そして、1994年には開幕からホームランを量産し、当時のメジャー記録の61本塁打の更新の期待もかかったが、リーグ最多の43本塁打を記録した時点で1994年から1995年の MLB ストライキによってシーズンが打ち切られてしまった。 その1995年は故障のため76試合の出場に終わったが、それでも23本類が65打点と強打を発揮。1996年も故障のため105試合の出場に終わるが、22本類だ、85打点を記録。1997年にクリーブランド・インディアンスにトレードで移籍。この年は6月終了時点の打率は、 235と低迷したが、後半戦は復調し、8月13日からは、自己最長の24試合連続安打を記録している。最終的に151試合に出場し打率、263.32本塁が、105打点を記録しチームのワールドシリーズ進出に貢献。シリーズは、第7戦までも連れ込んだが、フロリダ・マーリンズに、サヨナラ負けし、 ワールドチャンピオンはならなかった。1997年オフ、自宅はフェニックスでシーズン中は子供たちと2回しか会えないのは不十分なため、自宅近くに新設されるアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍を志願し、それがダメならインディアンスに引退すると伝えた。インディアンスの GM は1998年までの契約を延長しようと考えていたため交渉は、 難航したが、12月1日にダイヤモンドバックス側が、トラビス・フライマン、トム・マーティンに、金銭3 0 0万ドルを加えた1対2のトレードで移籍。そして、ノートレード条項を盛り込んだ6年総額4、950万ドルの契約を結んだ。1998年は20本類が、71、打点に終わったが、1999年には、自己最高の打率。 302を記録。35本塁打。142打点を記録して、オールスターにも出場。142打点は2007年終了時点で、ルイス・ゴンザレスと共にダイヤモンドバックスの球団体、記録である。以後は、故障がちとなり、不本意な成績が続くが、2001年には、球団創設4年目のチームが、ワールドシリーズに進出し、ニューヨーク・ヤンキースと対戦。 最終戦までもつれ込んだが、4年前と逆に、ルイス・ゴンザレスのサヨナラヒットで、念願のワールドチャンピオンに輝いた。2002年シーズン終了後の11月22日には、ラリー・ウォーカーとのトレードを拒否権を行使し残留。6年契約を満了した2003年限りで、現役を引退。アリゾナダイヤモンドバックスでのコーチ時代引退後は、ダイヤモンドバックスの株式を一部取得し、 専属解説者を務める。二千七年十一月六日にサンフランシスコクロニクル氏が、これに対し、ウィリアムズは足首の怪我の治療のために医師の処方に従って使用したと弁明した。二千九年十一月、ダイヤモンドバックスの一塁コーチに就任。二千十一年からは、新監督、カーク・ギブソンのも三塁コーチに移動。二千十三年十月三十一日、 ワシントン・ナショナルズの監督に就任することを発表した。就任1年目の2014年は96勝66敗とな、リーグ最高勝率で地区優勝したが、ディビジョンシリーズでジャイアンツに敗れる。同年の最優秀監督賞を受賞した。2015年は83勝79敗で、ナリーグ東地区2位の成績に終わり、地区優勝したメッツに7ゲーム差をつけられる。 同年10月5日、監督会議が発表された。2015年11月11日、2016年シーズンより三類コーチとして、ダイヤモンドバックスへの復帰が発表されたが、1年で退任した。2017年は NBC で解説者を務めた。2018年シーズンからは、オークランドアスレチックスの三類コーチを務める。2020年シーズンからは韓国。 キアタイガースの監督に就任する契約期間は3年。ありがとうございます。